ビジネスラブ。増え続ける高齢者人口、その数2980万人。健康で長生き、それは本来幸せなことのはずです。でもお年寄りたちは将来の日常生活全般に不安を抱えています。健康のこと、生活費のこと、人付き合いが減っていくこと、次の住処が見つからないこと、生きることに不安を感じる今の日本。そんな不安を吹き飛ばそうと一人の経営者が立ち上がりました。株式会社大成産業の梅村代表取締役です。大成産業は平成元年創業の不動産会社。不動産業で高齢者の不安解消、一体どういうことなんでしょう。とにかく見に行きましょうという梅村社長についていくことに。するとそこには一棟のマンションが。一見するとごく普通のマンションですが、この中に高齢者の不安を拭うアイデアが詰まっているというのです。基本的に一人住まいの人、全然体も足も丈夫だけど、いざ人間って老いていくじゃないですか。それはいつか分かんない時にここだと末永く住まえる、一人の人で私は大丈夫だと思ってる人でもここに来てほしい。完成したばかりのこのマンション、大成産業では自立支援型のシニア向け賃貸マンションと位置づけています。 1DK の間取りで家賃は5万6500円から。室内や公共スペースはもちろんバリアフリーです。最大の特徴は1階と2階にリハビリ専門のデイサービスが設けられていること。入居者であればこの施設を利用できるのです。さらに在宅支援診療所のバックアップ体制も整っているので、体調が悪くなった時も安心だということです。これから老後になって、足が衰えたりとか運動能力が落ちてきた時に、そのリハビリとかをしながら体を維持できるっていう、そういうメリットがあるかなっていうことで、下の方にうちは協力してリハビリを専門にしたデイサービスを作ってるんですね。サポートしていただいてほしいっていう方があればいつでもサポートする、で介護保険に関してもいつでもサポートするっていうふうな方向で考えてるんです。最寄り駅から徒歩6分という立地条件、安否確認サービスの標準装備、配食や緊急通報のオプションサービスなど、一人暮らしの不安を和らげる工夫が随所に見られます。そしてここが賃貸物件で初期費用を抑えられることが大きな助けとなるのです。福井美穂子さんはご主人を亡くされた後、熊本県で一人暮らしをしていましたが、最近娘さんが近くに住むこのマンションに引っ越してきました。ちょっと私はまだ介護あれまではいかんから、安くていいですって言ったからですね。負担はないです。もう主人の年金と私の年金で残るくらいあるからですね。全然子供に迷惑かけんでいいから。このように高齢者の不安を軽くする物件のほかに、大成産業では子育てを助ける物件というのも計画しています。マンション1階が保育園になっているのです。これは楽しいマンションになるな、本当に居住空間になるなっていうのが、作らせてもうてて、この業界にあたってなんか夢あるもんを、夢を与えさせていただくのってすごく最近は幸せを感じてますね。家のことで困ったら雨漏りしたり、次のステップの家を借りたくなったり売りたくなったりしたら、ぜひうちに不動産については来ていただきたいな。目指すのは日本一あったかい不動産会社。大成産業は不動産業の新しい姿を求め続けています。